吉与左衛門、面を上げ。はっ。なかなか頼もしい面じゃ。近在の客商どもの信望を集めるだけのことはある。与さん、その面では年貢米三十俵を調達できたであろうな。それながら先立って申し上げましたこと、不作に次ぐ不作、米は一粒もございません。不作かどうかは我らの知ったことではない。年貢米はどうしたかと聞いとる。我ら田舎の者、この三月というもの、木の芽草の芽以外口にいたしておりません。年貢米はどうしたかと聞いておる。できんのだな。はっ。はい。貴様、この田中東方なんと心得、武士の名をなんと心得。あ、すいません。お前は嫁か。身を持っとるな。はい、もつきにございます。おお。あれ、下がったら邪魔すんな。早きを食っては大変だな。ではこの嫁を預かっていく。草焼きでは腹の中の子にも触ることだ。年貢の方に預かるぞ。まだまだ。草焼きを食いながらよく種がまけたな。え、これどうやってまいたか嫁の体を調べてくれ。さあ行くぞ。あなたの言葉を信じて今の苦しみに耐えているんだ。お祈りをしよう。お祈りするのじゃ。我深き淵より主に叫び立てまず、主を我が声を聞き入れたまえ。願わくば御耳を我が願いの声に傾けたまえ。主よ、もし不義に御目を賜おば、主よ、誰かよく立つことを得る。アーメン。皆の衆、このままではすまず。
明日にもまた捕まえに来るかもしれぬ。私たちはひとまず角蔵の家にでも隠れることにします。あなたがそばにいなくなったら私たちはどうなるんです。離れ離れにいても心は一つ、主の御名を唱えてください。天草行って四郎様に会おう。天草の四郎様か。庄屋さん、よした方がいい。四郎の名は高いが偽物かもしれん。そんなところへ行かずに早く角蔵のところへ逃げてください。いやいや、私は自分の身一つを救える力なし。この苦しい世の中どのようにして生きていけばよいのか、皆さんを導くことができない。もし天草の四郎殿が噂に聞く通り我らを導いてくれる人ならば、この上もない幸せだ。三蔵。お父さん、おらやっぱり行くぞ。三蔵、やめておくれ。うまく取り返した。すぐ後をかけてくる。間違いない、三蔵。ダメだったら天の座を、ゲスト様のお様だを。三蔵、ああ、皆の死に三蔵を止めてくれ。には子供が宿っております。お答えください、四郎殿。子供まで殺すのが神のご意志なのでございましょうか。子供を殺すことは神の意志に反することです。それではせがれが刀を持って嫁を取り返しに行ったことは正しいのでございますか。もろんあなたの子息は神の意志を実行している。そうですか。私はせがれを止めようとしました。あなたの気持ちは当然です。しかし今一人で行けば目的を果たすどころか切られるだけだ。よく分かりかねます。一人では破れる正義も大勢の力で実現できる場合があります。分かりますか。四郎様、南有馬の角蔵さんの弟が捕まりました。噂では北岡村でも捕らえられるものがあったということです。事前に分からなかったのか。シロ、
蔵を助けに行くんです。ならん。その前に切られるのはお前たちだぞ。それどころかお前たちの仕業はこの村に跳ね返ってまた何人か捕まる。それを承知で行こうというのか。ギリギリと飢えてなぶり殺しにされるよりは自ら立って死を選ぶ気持ちに人々はなっていく。その時が来るまでどのような苦しみにもじっと耐えなければならない。耐えて今しばらく時を待つんだ。やっぱり今年だ。東と西の空に赤い光が必ず現れる。人間の住処はみんな焼けてなくなってしまう。山も野原も草も木もみんな焼けてなくなってしまう。26年前に亡くなられたバテレン様の予言だ。その時人々を救う人間が現れる。私はあなたこそその人ではないかと思う。私は平凡なキリシタンだ。燃えろ、みんな燃えろ、燃えてしまえ。お菊じゃないか。どうしてまたここを知ってるんだ。頼ぞ、お前が教えたのか。ああ。女子供に危ない目を見させてはいけないって言ったはずだ。四郎様、父が綿田中宗保様の屋敷へ連れて行かれました。心配するな。おそらく絵を描きに行ったんだよ。父は本当にキリシタンを裏切ったのでしょうか。わからん。しかしいずれにしても深く悩んでおられるようだ。私、キリシタンなどなければよいと思います。父はそのために夜も眠りません。裏切るの裏切らないのと寝言のようにブツブツ言っております。あなた様はあなた様で大勢の人たちの悩みを聞くのに忙しくて、私のことなどちょっと。何を言うんだ。四郎殿、私たちはこれで失礼いたします。今一度力を出し、せがら夫婦の行方を見届けたいと思います。くれぐれも無理はなさらないでくださいよ。ありがとうございます。ユダイモン殿、我らはまた間もなく会うことになりますぞ。四郎様を裏切るようなことがあっても私はいいのですか。父は父、子は子だ。お前のような娘はそのままで神の道に入れる。
これが南蛮渡来の油絵の描き方でございます。東洋の絵では美しい自然や人間の姿は描けますが、生の人間の心の醜さまでは描けません。私はこの油絵を持ちまして生の人間の本当の姿を描きたいと。私が醜いというのか。根本作、別にそのような意味でも。お前本当にキリシタンの魔法から覚めたのか。私がキリストに見せられましたのは、あまりにも動じやすい己の心を縛るためでございました。しかし今はもう絵を描くことで世の中と通じることができると思っております。絵を描くということは人間の心の中の色と形と。キリストを捨てたのは本当だな。お前のうちに天草四郎が出入りしておると聞く。いや、あれはずっと以前に四郎に娘を嫁にと思いまして。嵯峨門戸様が。久しぶりだのう右衛門作。わしをそう毛嫌いするな。どうだ、傷はもう治ったか。昨夜もまた一匹捕まえました。年貢の取り立てはどうだ。まあ水飲み百姓ども米は持っとらんが十字架だけは持っております。お主の痛めつけ方が手ぬるいと聞くが。これは意外な言葉。そこ開けろ。はい。女、裸にしてみたら あいつも十字架を持っておりましてな。年貢が裸女ではな。右衛門。はい。お前あの裸の女の絵を描かぬか。その絵をあちこちに立てかけて百姓やキリシタンどもの見せしめにするのだ。私ただいま田中様の絵を描いておるものですから。うまく逃げたな。なぜ我が島原や天草にのみキリシタンが多いんだ。百姓どもは年貢の取り立てが少ないゆえ我々は侮っているのではあるまいな。キリシタンを絶滅しさえすれば年貢の入りが増えることと存じます。そうは。今までの処刑は江戸幕府から見れば生温かくもどかしいようだ。今日の処刑は私の考案だが、あなた方も驚くだろう。者ども、キリシタンの魔法により国宝を無視し三代家光公の命に背く者たちへの見せしめであるぞ。拙者はいかなる人間といえどキリシタンには容赦はしない。よくよく肝に銘じて見るがよい。Thank you.
随分と考えたもんだな。美濃踊りと申す。美濃踊り。しんべヱ、お前は処刑のやり方で変わった手はまだ一度も考え出していないな。そうだ。しんべヱ殿、かつて天草四郎が侍であった頃、あなたと親しい友人であったことは隠れもない事実。つまらぬ誤解を受けぬためにも、キリシタン弾圧に力を尽くされた方が良いのではないか。ご忠告ありがとうございます。エモサク、その方はあの身の踊りをかけ。かけ。かかるか。まだ改めていないな、エモサク。美濃はいくらでも余っておるぞ。絵描きがおるのか。面白い。描かせ。は。描かせろ。はい、しろ。処刑されるなど気にはなかったことだぞ。すまん。実はな、シロ、今度江戸から新しくやってきたトガモンドがキリシタン弾圧を人手に握り始めてるんだよ。そして明日になるとはどうだ、直接下役に命じてどんどんやってしまうんだ。俺はな、今まで侍の務めを犠牲にしてまでお前に事前に捕らえられるキリシタンの名前を教えてやってきた。だがもうそれができなくなってしまったんだよ。ではもうこれから当てにできぬわけだな。これまではお前の知らせのおかげで十何人かの百姓の命が救われてきたんだが。なあ、シロ、俺はもうつくつく侍が嫌になったよ。俺はもっともっと思い切って百姓たちに力を貸すぐらいのことができるんだが。しんべヱ、お前戯れで言ってるんじゃないだろうな。シロ、俺はお前の向こうを張って常年のキリシタンをまとめて一つ暴れてやるかな。この言葉に偽りはないな。太いだろ。お前は俺を疑うのか。疑うりはしない。しかしことは重大だ。中途半端な決心で言われては迷惑する。
ああ、シロ。お前がどんなことを企んでいるのか、俺がそれを知らんとでも思っていたのか。お前が声を振ったびごとに、口では何も言わん。か。お前のその目がいつもいつも、俺に早く侍を捨てろと言ってた。そんなことが気がつかん俺だと思っているのは、俺は決心をした。何でもやるぞ。お前の思い通りじゃないか。嬉しかったら嬉しいと言ってみろ。嬉しいぞ新兵衛。実はな、城中にも100人ぐらいのキリシタンがいる。我々が立つときこうして立たせるんだが、残念ながら軸になる人物がいなかった。誰に連絡するんだ。老番の常吉だ。あの男までそうだったのか。お前は怖い奴だな。また来る。どうしたんだ。なぜ口を聞かん。何を悲しんでる。早く出すことだ。父を捕らえに来た武士、お前の体を、お前の体を。されていても心の清い人がある。暴力で汚されたのはお前ではない、武士の方だ。決してお前ではないぞ。嘘だ。
貴様、貴様まだキリストを捨ててはいないのか。捨てました。貴様よくも殿の面前でこの双方に恥をかかしてくれたの。代わり。せめて四郎の罪証を吐かせることだ。双方殿、それができなければ貴殿も江戸のお怒りから逃れることはできぬのではあるまいかな。お任せ申す。新兵衛殿。何ですか。あなたの奥方から奇妙な申し出を受けた。早く四郎を捕らえてくれと。四郎と会ったのは事実でござるか。桜がそんなことを申しましたか。いや、新兵衛殿、桜殿に腹を立ててはいけない。あの人はあなたの危険を避けようとされたのだ。あなたが助力を断られたそうだからな。しかし私がその気になれば今にでもあなたをこの石牢に入れることができるのだ。あなた方夫婦が四郎に近いことは動かぬ事実ですからな。あなた自身、その両手で四郎を捕らえてみせる以外に自分を救う方法はないようだ。早くしないと私が捕らえるかもしれん。その時はお覚悟のほど。門戸殿、エモ作のやつどうしても四郎の罪証は言いませんが、一つ吐かせましたぞ。東有恵の三吉では、早速。キリシタンなのかそうでないのか、どっちなんだ。私はキリシタンを捨てましたが、あの身の踊りは書けなかったばっかりに。今度は書くか。書きますか。本当に書くんだな。山田君、貴様、三吉の処刑をかけ。いいか。
芸人でございます。おい山田君、芸が身を助けるのはな、平和の世界のことだ。この島原ではな、芸もまた身を滅ぼすんだ。私はキリストを捨てたんだよ。そのためにお前がキリシタンであることが分かったらどうすんだ。断る。速やかに進んでるんだぞ。進め。は植えている。与佐さんが来られたのにまだ何の食べ物もあげていない。いや角蔵さん、わしら夫婦にはもう何の楽しみもありません。若い者は殺されてしまうし、もうおしまいです。もう何も構ってくださるな。武、しかし知らねえよお前。俺は百姓が嫌になった。生きてるのが嫌になった。角蔵ぶれたかい。百姓がタネ食うとは何を言った。お父さん考えてくれ。俺は弟が殺されてから毎日毎日考え続けてきたんだ。もう我慢できない。何が人教だ、何が神の試みだ、この世の中は神とは関係ない。悪いのは松倉だ、ただの文句だ。お父さんやめよう。百姓なんかやめて人殺しになんてこと言うんだ。やめてくれ。止めるな。俺はもうおじだ、おじいだったんだ。教えには反するかもしれんが、わしはあの田中双方を殺して死ぬ。そうか、皆さんはそこまで決心なさったか。わしも加えてもらいたいのだが。お主がキリシタンを捨てたことか。そうだ。本当ならわしはお前方に口も聞いてもらえんところだ。もう言うない。キリシタン同士はお上一点こんじゃねえ。飢え死にするおかはねえ。百姓同士が天下うんだよ。そうか、このわしらを仲間に入れてくれるか。おじい、私は戦いを知ってる。お前さん方は百姓で、刀の使い方を知るまい。で、お前もキリシタンに刀を捨てて久し。私はみんなと共に戦えない老人じゃ。しかし刀の使い方を教えることはできる。このような腕では大官は切れん。きっと思うな。親の仇、この仇と心に念じろ。
生きた腕だ。さすがは素人殿じゃ。何のための刀の修練か。さてはいよいよ積もる怒りを爆発させようとのお考えか。そうだ、わしらは田中双方を殺す。死を決してか。その通りじゃ。志郎さん、やりましょう。謝ってはならん。まだまだ立つは早い。立つときはこの島原、天草の釈迦キリシタンが一斉に立つ。城の中からも大ずる者が現れ、さらに長崎、城と、ついにはこの九州全体の仲間が立つのでなければならんと言ったのだ。そんな時が来るもんか。来るのを待っていればなかなか来ません。我々の手で持ってくるんだ。どうやって持ってくんだ。四郎さん、証拠を見せてください。金蔵、よせよせ。四郎殿には肉親を殺された者の気持ちはわからんのだ。為三、ついてこい。私は理由なく言ってるのではない。四郎、夜が来たら三吉のところが危ないぞ。でも匠、拷問に耐えかねてな。為三、お前知らせに行ってきてくれるか。今自分はもう踏み込んでるかもしれんな。間に合ったらすぐ逃げるように伝えてくれ。おい、逃げる？もろんだ。今お前も知った通り、お前のところで立ち上がる準備が着々と整えられているんだ。それが全部揃うまでは慌ててはいけない。分かったな。はい。城内の様子はどうだ。うん、何分わしが聞いたではないためにいろいろ難しい面もあると思うが、とにかく常吉を返して一人一人全部会ってきたよ。もうあと四五日もすると全て手はずがつくと思うんだが。しんべが夜時々抜け出すんで、いい女でもできたのかと思っておりましたら、四郎殿とついこの間気づきましたの。うかつな女房ですわ。しばらくでした。こんなとこでなんですけど、ここがお好きなようだから。さくら、お主、俺とモンドの間について心配してあれこれやってるようだが、もうやめたらどうだ。俺は覚悟は決まってんだぞ。シロ、これも昔は友達だ。いろいろ話をしてやってくれな。私たちの生活も今では楽ではないんですよ。だから何もないんですけど、どうぞ。ありがとう。噂によると、なんか苦しいお仕事してらっしゃるとか。それでもここにはまだこんなものもある。桜殿、これを持って帰らせてください。母たちに食べさせてやりたい。そうですか。
母上。ありがとう。どこからいただいてきたのですか。どうしたんだ。右衛門作殿がまた裏切った。為蔵から聞きました。為蔵が来たんですか。そのような人の娘をお前の嫁にすることはできません。自分から出ていくべきなのに。強情なこと。為蔵は角蔵や画材門を誘って三吉の家へ行っておると言い応じておる。何？そうでしたか。私たちも行きましょう。そうか。四郎、聖像をよく見るがいい。キリストの受難を思い出すがいい。四郎、なぜそのように流血をお望みか。為蔵と同じでよいのか。そうではありません。血はやむを得ず流れるんです。東アリアの三吉の家に集まろうとしている人々は今となっては死ぬ以外に道はないんだ。私にはみんながついにその気持ちになったことは痛いほどよくわかります。私たちはキリシタン家にこのように逃げ隠れをしなければならないこと。一人一人の手にただそれだけの食べ物でもよい与えられなかったこと。無断であるとお思いになりませんでしたか。あるいはお菊の受けた苦しみ、どの一つを取ってもすぐにでも立ち上がって圧政者を倒したいことばっかりだった。それをじっとこらえてきたんだ。ただ私の考えではまだ早かった。しかし私は行きます。このまま進むにしても退くにしても勝つにしても負けるにしても私はあの人たちと運命を共にしたいんです。四郎、お上への反逆はキリストのお許しにならないところです。ザビエル様も厳しく戒めておられます。違う。パテレン様がおられた破門です。シロ、お前はキリストを捨てるのですか。違うんだ。母上聞いてくれ。もし母上の言う通りだったらこの島原の作商たちはみんなキリストを捨てたことになるではないか。私はこの島原と天草のキリシタンであることを選ぶんだ。私はこの見捨てられた島原の釈将たちと共に戦い共に死ぬ。真の神の世界は母上の神の世界よりも白いはずだ。シロ、私を残して死ぬのですか。許してください。
どうだ、人を殺した気分は。人を殺すたびにそのような面をするようでは松倉は切れんぞ。心当たりではお見かけしたこともなく、またキリシタンとも思えぬが、まことにありがたい。おかげで助かりました。で、何故我々に力を貸してくだされた。キリシタン、滅びキリシタン、あるいは仏教徒であるかを問わず、松倉の悪政に反抗する者すべてが立つと聞いたから参加した。お主、浪人じゃな。拙者はただの寄捨て人、気になさることはない。おのおのが幕は切って落とされた。もう一歩たりとも後へは引けぬ。すぐさま二手に分かれていただく。一手はさらに分かれて、島原天草のすべての村に我ら志を同じくする者がついに立って、代官を切ったことを告げて回り、いよいよ神の栄光のために松倉を押す時が来たことを知らしめるのだ。さらに一手は武力に自信のある者が集まる。すぐさま田中総合の屋敷に追い打ちをかけ、これを奪い取り、食料弾薬を我々のものにして第一の勝利の印にしなければならない。この武士が総大将だ。総大将だ。総大将だ。城殿、ご覧の通りことここに至りました。改めて我々の先頭に立ってください。あなたこそ予言の人物のはずです。城殿、あなたは決して我々を見捨てるような方ではないと信じていました。やめて、いつになったら目が覚めんだ。城は我々を抑えに抑えてきた。しかし我々は城なしに立ち上がり、第一の勝利を得たではないか。そのために必要だったのは、むしろ殺しだ。お前が天草にその人ありと知られた四郎なのか。お前はお上への反抗がそのように怖かったのか。お前は何者だ。拙者は流れの浪人、無名の者じゃ。ただお前と違う点は、時と場合に応じては力を使うことを知っておるわ。
天草四郎、刀を抜くか。いやー抜けまい。百姓たちにつけ込んで挑発などはいたさん、力を貸したのだ。お前はもっと腹ある武家と見た。キリシタンにあらず、飢えたる百姓にあらず、名乗れ名乗れ。刀を抜け、さすれば名乗ろう。抜かるか。みんな、我々は指導者を選べなければならない。どちらを選ぶんだ。島原城では我々の動きを察知して着々と城を固めているに違いあるまい。我々は先手先手と打っていって、一日も早く島原へ攻め込む必要がある。皆の衆、口先だけの人間は必要としないのではないのか。四郎、何も言えんのか。私はこの戦いが最善の戦いであってくれることを望むだけだ。指導者は誰であろうと、私は決してこだわらない。最後の審判は神のみが知っていることだ。みんながそれを望むなら、私はお主の下で戦ってもよい。しかし皆の衆、直ちに城を攻めて落とし得る可能性は極めて少ない。非常に困難とは思うが、城中の同志と連絡して共に立たせることは絶対に必要なんだ。連絡は私が行く。その結果が分かるまで必ず待ってほしい。よろしいか。待ちましょう。我らは小西有馬の没落により禄を離れた浪人、百姓と力を合わせて松浦を倒すために来た。うわ、 ありがたい。我らにとって100万の援軍、みんなもう何も待つことはない。直ちに島原城へ向かって出発しよう。メイカ、四郎殿が来るまで待つ約束ではないか。城中との連絡がつかないでは攻めてはならんのだ。それに夜が明ければもっと大勢の仲間たちが集まってくる。今宵は一度疲れていることでもあるから、殉教の広場に結集して明日を待とう。そうだそうだ。なるぞ大方、直ちに島原に向かって城に火をつけるのだ。その日こそ島原天草の全ての百姓に100万の記録を呼び起こすことは急を要するぞ。そうだ。攻めてくれるぞ。しかし我々の武器はまだ不完全だ。このまま攻めれば城兵の鉄砲の餌食になるだけだ。そうだ。みんな気を切りしたか。戦いは常に先手先手を取ってこそ勝利するということは嫌ということを思い知ったではないか。そうだ。うわ、だけどたわけたこと言うまいぞ。この戦いは勝つための戦いではない。勝つも負けるも我らの神の意志一つ。無益な血を流すことは許されませぬぞ。女子供に何が分かるか。皆の衆、城の守りは薄い。今攻めずして攻めるときは再びないぞ。そうだ、気が引いてんだ。そうだ。待て我々は城を攻める。待て、攻めたらならん。たまの餌食になってはならんぞ。黙れ、しろ。貴様は拙者の指揮に従うのだ。邪魔だ。城内のキリシタンが我らに応じて立つことに失敗した気合があるんだ。私が連絡を保っていた岡神兵の屋敷は城方によって占領されていた。やむなく城に直接潜り込もうと思ったが、城の固めは固くて相の入る隙もなかったぞ。本当ですか。何しに来たんだ。今日昼ごろ戦いが始まった噂を聞き、神兵を危険に陥れたくないためあなたにお願いしようと思って待っていました。今さら何を言うんだ。すでに神兵殿は捕まったかもしれんのだ。今朝も普通に城内に行ったのか。そうです。そうか、
皆の衆、お聞きの通りだ。私の推察はほぼ確実だ。さらに城の守りは固い。銃を構えて我々の車を手水で敷いて待っているのだぞ。我らはさらに多くの仲間が集まるまで武器弾薬の整備をして待たなければならないんだ。そうだ、そうだ。ファイト。シロ、これを見てくれ。女房と子供だ。生きて帰ることのできぬ戦いを心ゆくまで戦いたいため私は二人を殺した。今さら一瞬たりともとどまることはできない。皆の衆、我々は攻めるんだ。死ぬな、たらき潰すんだ。死ぬな。死ぬな。私の親友、新兵衛の妻桜殿だ。世話を頼むぞ。ぐずぐずするな。新兵衛は死ぬのですか。許してくれ。四郎も死をとしているんだ。あなたも死なせたくない。始まったんだ。このままではすぐ負ける戦いが始まったんだ。我々に行こう。どうせ負ける戦いではございません。タガモンドの背後には幕府がいるんです。逃げましょう。ここから一緒に逃げましょう。城の中から、わしが城から出てはいけんというのか。わしが牢の中にいることを願っているのか。お前は城内の警視団が捕まった。お父さんは出てきた。ダメだ。聞く、うちに帰ってわしの絵の具を持ってきてくれるか。早く。お父さん、あなたは絵が描きたい。早くこの炎の消えぬうちに。わしほど正気な人間もおらんと。だからわしは死ぬほど苦しい思いをして神が信じられんではないか。聞く、お前はわしが捕まるときにどうされた。それでもお前は神を信じるのか。何をするんだ。やめんか。おい、やめんか。拷問に耐えられるのが当たり前の人間ではないか。聞くか、見ろ、あの空を、あの空っぽの空に天国があるというのか。もしキリストがいるとすれば、わしたちはもっともっと自由に生きていいはずではないか。やめるか。
場所で生きて生きて生き抜いて絵を描くんだ。聞く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 。どうだ居心地は。なんで足を縛ったんだ。言わずと知れたこと。常吉らと組んだ天草四郎との内通の企てを知らぬと思うのか。どうだ、その通りだろう。そうか。よし、この場に呼んで嘘は言わん。その通りだ。だが断っとくかな。わしの口から仲間の名前を聞こうと思うなよ。出せ。見ろ、城中のキリシタンはことごとく捕らえてある。しんべヱ殿、どうしたらわかったんだ。常吉、常吉、お前がみんなを撃ったのか。お許しください。ええ、江尾作兵衛が私と神兵衛様らと勘づき。だが常吉、お前どうして。毎日毎日拷問をしていた常吉、いかに恐ろしいものであるか知っていたのだ。右衛門といい、人間は弱いものだの。しんべヱ、わしがお前を拷問にかけないのは武士の情けと思え。女房はどこにあった。お前を捕らえるのと同時にお前の屋敷を襲ったがいなかった。以後ずっと見張らせているが影も形も見せぬ。四郎のところへ連絡にやったのか。違う。では自分で勝手に行ったのかな。金兵衛、お前四郎に騙されてるのではないか。お前の女房、この前四郎を捕らえてくれと言いに来た時、可愛さを待って憎さが100倍という風情だったぞ。いい加減なこと言うな。桜がおらんというのは嘘だ。お前が捕まえたんだ。わしは嘘は言わぬ。桜殿が四郎のところへ行ったのはどうやら確かだ。お前の顔にもそうらしいと書いてある。何だ、百姓たちが城の正面に来たぞ。何をしておる。しんべヱ、お前は一体何たるやつだ。これは殿の口です。百姓の苦しみをしようとせよ、せけと女に映すのがやった殿、それは殿の嘘だ。はい、およびされ、しんべヱの言うことにも少しは分がありますぞ。もんだ、いかに幕府直参のお主とはいえ言葉が過ぎようぞ。殿、お助けください。これからどうなさる。胸の内をお聞きしたい。知れたことよ、撃って出て百姓どもを一気に殲滅するんだ。何をおっしゃる。撃って出て勝ち目は百に一つもござらぬ。江戸へはすでに急死を送った。
幕府の大軍が高知に着くまでこの城を死守するのです。それは城主として不名誉だ。不名誉は決まったことではござらぬか。モンド、お主はわしが幕府から咎められるのが嬉しいのか。別に殿の政治の失敗は誰の目にも明らかでござる。それだけです。モンド殿、わしをここから出してくれ。わしは百姓での習い打って出て死のと対決がしてんだ。対決？俺を騙していたら死を殺す。殺す？殺す。嘘ではないな。俺は嘘じゃん。よし、なぜ松倉に力を貸すのか。
だよ。お前たちの本拠はお前たちを破門したぞ。お上への反逆はならぬことだと。撃て。神の世界はバテレンの神の世界より広いぞ。天草四郎、並びにキリシタンどもよく聞け。ほどなく大軍がやってくるのであるぞ。全員直ちにキリシタンを捨て、反逆の罪を我らに射するならば、この三人を引き渡し、特別の慈悲を持って共に知らせて使わす。捨てざる場合は完全において直ちに火炙りの刑に処するぞ。今度よく聞け。お前ら行くぞ。先人の過酷な手によって肉親を失わぬ者は一人とでおらんぞ。お前らは死を恐れぬ家に集まっておるのだ。神の栄光の実現のために死を決意し、何らの暴虐指導に立ち向かっておるのだ。生きるも死ぬも全て神の御手にある。我らはいかなる死をも恐れはせん。坂殿、こうするより他に道はないのだ。分かっています。坂殿、
私は勝ってこの戦いは日本中のキリシタンが立つのでなければならんと言った。しかし今となってはそのようなことは起こらないだろう。この戦いは我々だけで終わることになるに違いない。さらに言うならば、我々を待っている者は死である。我々は座して飢え死にするよりは神のために戦って死ぬことを決意した者の集まりだ。私は考えた。この島原で幕府の大軍を迎え撃てば、我々は包囲されて一日で敗れてしまう。そこで私は我々の城を持ち、そこに立てこもるべきだと思うんだ。ちょうど南有馬にかつて有馬氏の居城であった原城の跡がある。あの要塞堅固な場所を取り立とすれば、おそらくは食糧の続く限り敵を悩ますことができる。そしてその間、我々は我々だけの神の世界をもと、そこには武士もなければ百姓もない、圧政者もいなければ虐げられた者もない。それが我々の理想の世界なんだ。そして我々の戦いを歴史の中に書き残すのだ。この世に圧政に苦しいものがある限り、我々の戦いは常に人々の間に勇気と希望を呼び起こすものとなるに違いない。私は一度原城にこもることを主張したい。わしは反対だ。一旦あそこにこもれば、あとは松倉を苦しめることなく死ぬだけだ。じゃあ一体我々は何のために戦ってきたんだ。我々を苦しめた連中を切るためじゃなかったのか。我々は人を殺すのが目的か。そうではない。神の道に外れ、百姓たちを優した者たちに我々の意思を示してやるだけで十分な。じゃあ聞くが、松倉や多摩の門戸でも、もし悔い改めるというならば許すというのか。そうだ。グリスだ。一体何のために立ち会ってたんだ。あなたは最初から原城にこもることを決めていたんだな。そうではない。島原城が落とせないからだ。角蔵は人を切るために反対しているが、私は別の理由から原城にこもることに反対する。なぜだ。わしらは幕府ばかりでなく外国人からも狙われて大筒で蹴散らされてしまったではないか。もうこうなった以上、一旦バラバラに分かれて目立たないように戦った方が得だ。よさ、では聞くが、幕府はそんなに甘いもんだろうか。おそらくこの戦いの後はますますキリシタンを苦しめるだろう。その中でどうやって戦うおつもりか。時期が来るのを待つのだ。前には私はみんなに待てと言った。今は言わん。待つ時期はもうどこにもないのだ。志望殿、あなたは今に至ってなお人々に友人を勧めるのか。今までの戦いで十分効果は上がった。いくら松倉でももう懲りたはずだ。この後に来るものはおそらく平和だろう。志望殿、わしらは武器を捨てよう。悪い夢を見すぎていたんだ。その罰が当たった。みんな一人一人己の命を大事にして生きる。もう戦争なんか気がしない。長い長い太平の世の中がやってくるんだ。私にはそう見える。なんだこの絵は。お前は今日の処刑を見ながらこんなことをしていたのか。
お前のような奴がいるからみんな戦う意志を失うんだ。山作、まさかお前丸太やレシーナを拾い撃ったんじゃあるまいな。うるさのすけ、裏切り者は叩き切ったぞ。わしらは世を新たにして城を攻めるんだ。行こう皆の衆。行かないのか。何とか言ってくれ。なんで答えないんだ。自分のことを考えたことはなかったぞ。それでも俺の言ってることは間違いなのか。どうなるか答えてくれ、答えてくれ。誰も角蔵についてはいかなかった。わしらの考えは正しかったのだ。今こそ我らは武器を捨ててキリスト様本来の教えに立ち返ろう。力に対して力で応えてはならないのだ。よさ、キリストの言葉は全て正しい。しかしその正しさを本当に生かすことのできるのはその言葉を使う私たちのその時その時の行動だけなんだ。与左衛門、あなたはキリストの言葉に隠れて真の神の道から逃げ出そうとしている。為三、みんなにもう一つのキリストの言葉を教えてあげるがよい。キリストはおっしゃった。私がこの地に平和をもたらすものであると思ってはならん。私は戦いを投げつけにやってきたのである。人々の間に無秩序をもたらしにやってきたのである。戦いを投げつけにやってきたのである。人々の間に無秩序をもたらしにやってきたのである。皆の衆、この男は狂ったのだ。この男は人々を殺しやがっているのだ。よさ、何を言うんだ。今日この男の実の母と姉が目の前で殺されたとき、この男の取った態度を見てみりゃいい。あれは人間のやり方ではない。わしはあんなものにはついていけない。皆の衆、もう解散しよう。もうこれ以上この騎士街と共に戦っても無意味だ。与左衛門、そのような形で人を扇動することは許さんぞ。わしは先導しているのではない。人々の意志を代表して言っているのだ。嘘だ。それは一部ではそうした考えもある。しかし大部分の者の真の意志は別なはずだ。あなた一人が戦線から離れることはまだ許す。しかしこれ以上その卑怯な態度を人々に勧めるとあっては断じて許すことはできないんだ。与左衛門、城を切れ。
切ればよいではないか。それができんなら、あの岸川についていけ。みんな殺される。女どもは皆裸にされて幕府の足軽に侵されるがよい。天国どころか待っているのは生き地獄だ。黙れ。黙らん。お前たちは進もうと退こうと皆殺しにされるんだ。日本中のキリシタンに民の栄光を知らしめるなどと昼間の夢を見るのもいい加減にしよう。お前たちは全てから見放された水飲み弱小、水飲み武士に過ぎんじゃないか。抜いたな、四郎。来い。四郎について行きたくはないが、切ることもできぬ牛虫と見てろ。わしが代わりに切ってやる。四郎殿、万一ということがある。大切な体じゃ。お主は気の毒な男だ。黙れ。なるほど、我ら一党生きて死にまばらへ帰ってくるとは思わん。しかし今さらお前のような己しか考えぬ武士の言葉に乗せられるほどみんな甘くはないぞ。何を小ざっか。腹が減って腹立ち紛れに暴れておる百姓どもに何ができるか。黙れ。なぜならわしはまだなすべき仕事は残されている。面白い。